経験できるから楽しんでくるよな。悟空さん、うわ、海王神様。この世の中は悟空さんの世話になりっぱなしなので、お返しをしようと。そこで悟空さんの知らないもしもの世界に連れてってあげましょう。え、俺の知らねえ世界？そうです、この世の中には悟空さんの知らない世界がいくつもあるんです。そのもしもの世界を少しだけ案内しますよ。さすが海王神様、早く行くんだ。もしもの世界をご案内します。あられちゃんですよ、あられちゃん、僕ファンだったんです。それでは行きますよ。ドラゴンボールを集める孫悟空はかつて会ったあられちゃんと再会する。挨拶もそこそこに、プロレスごっこを始めるあられちゃんに戸惑う悟空。あれ、おめえ確かあられちゃんか。うんちゃん、私あられだよ。悟空くん、プロレスごっこしよう。ちょっと待ってくれ。ガクくんとプロレスだった。ちゃんは手に入れて勝てる相手じゃなさそうだ。
新しいバトルに行けるようになりましょう。あられ、優しい心を持った2人の人造人間の話です。それでは行きますよ。悟空を抹殺するために生み出された人造人間16号。彼は少年時代の悟空を抹殺しに過去へと向かい、悟空と対峙する。しかしその悟空の前に彼と同じ人造人間が立ちはだかるのであった。俺の狙いは孫悟空だ。邪魔をするな。孫悟空をいじめる奴は絶対に許さない。あっちゃん無理だ、こいつはめちゃくちゃ強いぞ。8×2 は16。俺より強そう。でも俺逃げない。孫悟空守る。なんだこのおかしな考え。そうか、お前も人造人間か。俺はあっちゃん、孫悟空の友達だ。ならば仕方がない。お前の機能を停止させるまで。障害を速やかに排除する。気をつけろ、あいつは俺と同じ人造人間だ。俺はお前を抹殺するためこの時代に送り込まれた人造人間だ。ターゲットに確実にヒットした。ターゲットの生存を確認。今度は俺の番。下がっていろ、孫悟空。はっちゃん、悪い。俺、なんとなくわかる。お前、悪い奴には見えない。俺は、俺が作られた目的を果たすため、この時代に送られた人造人間だ。なら俺、何があっても、友達を、孫悟空を守る。なぜだ、本来のパワーが出せない。各部に問題となる異常は見られない。思考回路に問題があるのか。やはりパワーが出ない。なぜだ。喧嘩は大嫌いだ。でも友達を傷つける奴は絶対に許さない。はっちゃん、アンナとな、オラだって同じ気持ちだ。孫悟空、友達。孫悟空とは一体。ドクターゲロは孫悟空を抹殺するべく新たな人造人間の開発に執念を燃やしていた。試行錯誤を繰り返すうちに彼は一つの可能性を見出した。ドクターゲロの高度な科学力と孫悟空が持っていた人の心、それが一つになった時、究極の人造人間が生まれると。無から作られた人造人間でありながら不安定な人の心を持つ存在。その失敗作の一体が俺という存在なのかもしれない。
速やかに排除せよ。異常なし、任務を続行する。戦闘継続は不可能と判定。よかった孫悟空、大丈夫か。ほら大丈夫だ。それよりハッチャー、こいつ助けてやれねえか。でもこいつ孫悟空を。しねえか、はっちゃん。世の中、すげえ奴がいるんだな。ほら、もっともっと修行して、今度は一人でこいつと勝負して。それにほら、こいつそんなに悪い奴じゃねえ気がすんだ。孫悟空、お前、本当にいい奴。俺は機械だ、人間ではない。だが不思議な感覚が確かに存在する。そうか、これが心。楽しみだな、再び孫悟空と出会う時。に行けるようになりましょう。優しくサイヤ人が団結してフリーザに挑みます。サイヤ人対フリーザ軍の全面戦争です。それでは行きますよ。フリーザの下で惑星の地上げ屋として働くサイヤ人たちは、フリーザがサイヤ人を恐れ抹殺しようとしているという計画を知る。フリーザの裏切りに怒るサイヤ人たちは一堂に集結し、フリーザ軍との全面戦争に臨む。俺たちサイヤ人こそ全宇宙の覇者となるのだ。さあ貴様ら、フリーザ軍の主力が留守の間に。なんとかフリーザ様にお伝えせねば。このままでは
フリーザ様に殺されてしまう。安心しろ、この俺が地獄へ送ってやるぜ。野人は相当種族だ、やめるなよ。こちらしい真似を。アカメ、こんなところで死んでたまるかよ。助けてください、見逃して。ベジータ、本気でフリーザ様に逆らう気か。野人は相当種族だ、ダメ。貴様の手口はお見通しだ、この薄汚い雑魚が。小賢しい真似を。貴様の手口はお見通しだ、この薄汚い雑魚が。人のゴミ虫どもが調子に乗ってんじゃねえ。ドドリア、貴様残っていたのか。主力部隊のお留守に味な真似しやがって。この俺様が殴り殺しにしてくれる。人間どもが戻る前に基地を叩き潰さねば。いいか貴様ら、もう時間がない。ザコどもを皆殺しにし、惑星フリーザを制圧するんだ。なんてこった。時が近いようだな。俺に挑んだことをあの世で後悔しやがれ。所詮低能で野蛮な猿か。気品のかけらすらないとは嘆かわしいこと。ベジータを始末する前に
行儀の悪いメスザルに罰を与えてあげましょう。ふん、私だけじゃ何と言うかどうか。やれやれ、こんなものか。そろそろチェックメイトだよ。残念だったね。やりますよ。しかし、バーダック、バカ野郎、世話かけんじゃねえ。ごめんよ。やれやれ、無粋なやつだ。私のささやかなお楽しみを邪魔するとは。黙れ、今度は俺が相手をしてやる。そんな構えろ、速攻でぶっ倒せ。下品な娘、貴様は後でじっくり料理してやる。無双もしてくれよ。てめえの相手は俺だぜ。やりますよ。しかし、やれやれ、こんなものか。小ざかしい、調子に乗るな。やりますね、サイヤ人。俺はまだ全然本気出しちゃいねえぜ。ならば貴様にも恐怖を与えてやるとしよう。気をつけろ、バーダック。戦闘力が変わった。私も戦うよ。いい度胸だ。やめろ、海が叶わねえ。私だってサイヤ人の天使だよ。バカな。撃ち殺す。
しろ！バダック勝って遅れ、私の魂を吸ってクリーザーを野蛮なサイヤ人のくせにめめしいな。だが心配するな、貴様もすぐに後を追わせてやる。うっせんだよゲス野郎。恐怖で縮み上がってる貴様らゲスどもに未来はねえ。俺の手で未来を切り開き、そして進化し続けてきた種族だ。ざまあ見やがれスリパー。お前の魂は俺が吸ってやる。そして必ずフリーザをぶっ飛ばす。あの世で見ていてくれ。おやおや、ずいぶんと荒れ果ててしまいましたね。フリーザ様だ。そろそろギニュー特戦隊の皆さんも戻る頃でしょう。そうなればこんなバカ騒ぎもすぐに収まります。ですがこの私を裏切った奴は万死に値しますよ。何をしておるか。わしはフリーザを討ち取る。残るは貴様だけだ。観念するがいい。まったくあなたたちサイヤ人はこの私をイラつかせてくれますね。フリーザ、父親と共にあの世へ送ってやる。やれやれ、怖いもの知らずですね。我こそはサイヤ人の王、ベジータ王なり。過ぎたようですね。死んでしまえ。何受けてみろ。恐怖のフリーザパーティーですよ。死んでしまえ。わかりました。どうしました。その程度ですか。いいざまだな。なるほど、さすが私が見込んだサイヤ人。それより
さすがのフリーザ様もサイヤ人との連戦で疲労が隠せないようだな。ん？一気に勝負を決めてやる！死ねえフリーザー！今の貴様ならば俺でも倒せる。そううまくいきますかね。戦いに全てをかける。勝つのは俺だ。まいましサイヤ人め。あっ、それだな。ガチだな。しすぎたようですね。今のは少し危なかったですよ。ですが、これでサイヤ人も絶滅。ここにもう一人いるぜ、フリーザん？安心しな。俺が最後のサイヤ人だ。まったく、最後の最後まで。本当にイライラさせるゴミ虫めが。とも恐れていたね。貴様だぜフリーザ。俺がサイヤ人だ。こんなようにつけやがって。トマスリパ、俺に力を貸してくれ。何？まいましサイヤ人め。飛ばしてやる。ついにフリーザを倒した。俺も限界みてえだが、だがよ、サイヤ人の血は受け継がれる。カカロットよ、誰よりも強い最強のサイヤ人になれ。あわよ、俺の息子よ。新しいバトルに行けるようになりましょう。
メカフリーザが地球に来た時の話です。でもまさかあんな人が地球にいたとは。それでは行きますよ。悟空に倒されたかに見えたフリーザが生きていた。そして悟空に復讐しになんと地球にやってきているという。悟空が来るまでの間に地球人を滅ぼし悟空を悔しがらせようとするフリーザ。彼の前に意外な男が立ちはだかった。なんだ貴様らは。スーパーサイヤ人が地球に到着する前に死体の山を用意して歓迎してやるのさ。ちょっと待てよ、スーパーサイヤ人って。貴様、孫悟空を知っているのか。そうか。恐怖で頭がおかしくなったのかい。言えるぞ。お前の地獄の未来が変えた。邪悪な心が見える。つまりこの俺様にとって貴様らは雑魚同然。まったく身の程知らずにも程があるね。僕が相手をするまでもない。おい、ここはお任せください、フリーザ様。このハッタリ野郎、俺様がぶち殺しやる。皆さんお待ちかね。俺のこの目が真っ赤に光る。貴様を倒せと怪しくささやく。やろう生意気な。
兵士を倒すとはやるではないか。まあ暇つぶしにはちょうど良い余興だな。俺のこの目が真っ赤に光る。貴様を倒すと怪しくささやく陰室。何をしておるか。敗者には死を与えるぞ。なんだ。何もじゃ。ありえない。こんなこと。いらないね。やっぱり僕の手で殺してやる。正直邪悪なる者は俺様の前では無力なり。俺様は正義の悪魔、アックマン様だ。小賢し、一瞬で消してやる。宇宙の帝王よ、お前は確かに強かった。だがしかし、残念だが俺様には勝てん。寝ぼけるのもいい加減にしておけ。するがよい。絶対無敵のアッコマン様に戦いを挑んだことを。陰室。おりゃ。バッドエンド。息子フリーザマ、俺様自身も驚きの強さだぜ。お前アックマンと言ったな。一体どんな武器でフリーザを倒したのか、できれば見せてもらえんかな。この技に武器は必要ない。技？そう、俺様の必殺技アクマイト光線は邪神を増幅させ爆発させることができるのだ。邪悪な心で、ではその通り。貴様ら親子は無力なり。こんな奴が地球にいたと。ならばそのふざけた技を使う前に殺すまでだ。全銀河を滑る
るのはこの技だ。俺様は正義の悪魔、アックマン様だ。当然だ、我が一族に敗北の二文字はない。ではあの世で懺悔するがよい。絶対無敵のアッコマン様に戦いを挑んだことを。陰湿邪心がない奴もいるんだよ。孫悟空って化け物がな。おっと、とんだ道草を送ってしまった。ちょいと歴史を変えちまった気もするが、まあいいか。バッドエンド。海王神様、早く次行くんだ。悟空さん、すいません、僕が案内できるのはここまでなんです。そっか、それにしても世の中にはオラの知らねえことがまだいっぺんあんだな。オラもまだまだっていうことだ。また修行のやり直しだな。悟空さん、それ以上強くなるんですか。わあ、そんじゃありがとうな、海王神様。悟空が見たのはもしもの世界のほんのひとかけらに過ぎない。もしもの世界は無限にある。ドラゴンボールを愛する人がいる限り。